気に入らない。はかつての冴えない少年はファッション誌の独絶副編集長に。この名前が気に入らない。そしてかつての美少女は残念女子に。同姓同名の別人だと思われてる。このまま真っ直ぐ進んで。あ、初恋の人なんでしょ。真逆の成長を遂げた二人のすれ違う恋の行方とは。やっと会えた。 She was pretty. Mulai 27 Agustus. Hanya di Jam.